にちは。はい、いらっしゃいませ。山下事務局の杉浦です。今日は日帰りの低山で使える靴を買いに来ました。ご案内いただくのは栄屋スポーツシューズ館の斉藤雄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さん、早速なんですけども、はい、今私が都内近郊の、はい、低山で使っている靴なんですが、はい、このバスクのシューズで、はいはいはい、結構なんかスニーカーチックに履けるところが気に入っているんですね、うん、はい、でも、ちょっとゴツゴツしたような路面歩くと少しソールが柔らかいかなっていうのを感じています、はい、でこれすごく気に入っていて、はい、もう4年ぐらいですかね、ずっと履いてきて、うん、だいぶ古くなってきたので買い替えたいなと、ね、はいはい、思っております、はい、でそもそも低山ハイクで履くような靴っていうのがどんなバリエーションあるかとか、はい、そのあたり自体も分かっていないので、はい、まずちょっとそこから教えていただけると嬉しいなと。そうですね、はいはい、基本的に低山であっても山登りなので、はい、最低限のスペックはやっぱりあった方がいいと思うんですね、うんうんうん、で特に、ご経験少ない方だと、はい、そんなにいかないかもしれないからということでこういうローカットの靴を選びがちなんですが、はい、実際、経験値が少なくて馬の情報とかを何かしらあんまりご存知じゃない方だと怪我のリスクがあったり、うん、雨とか砂利とかが足元に入ってきて不快感を起きてそれが原因で靴ずれしてしまったりとかもあるので、はい、本来はやっぱりこう足首がちゃんとしっかりある靴を選んだ方が安心なんですね、はい、ただ山登りをこう割といろんなところにお出かけになってて、うん、高い山用の靴を持ってたりとか、使い分けをなさりたいっていう場合だったりなんかは、こういうローカットの靴が非常に有効なのでいいんじゃないかと思いますね、うん、そうですね、今これよりもっと、標高の高い山とか重い荷物を背負う時用のハイカットの靴は私一つ持っているので、はいはい、それで行くと被らないという意味で、今日はローカットを、これのまさに買い替えみたいな感じで探していきたいなと。はい、わかりました、はいはい、まあ、ローカットといっても、割とこう今目的別に種類が分かれているので、まあ、その中でどういう靴を選ぶかっていうところも結構重要なポイントだと思うので、まあ、そこも一つずつ説明しながら見ていただくとよろしいかと思います。はい、ありがとうございます、はい、で一番こう代表的なもので言うと最近はトレイルランニングっていう、スポーツが、まあ、山の中でも流行っていて、はい、まあ、ハイキングとかに出かけてもこう走ってる方とかもいらっしゃったりとかすると思うんですけど、そうですね、まあ、そういうための靴っていうのが今非常にこう種類多く増えていて、まあ、ハイキングで使ってる方も一部いらっしゃいます、はい、で特徴はもともと走るために作っているので非常に軽くて柔らかい、まあ、先ほどおっしゃっていたスニーカーのような履き心地であるっていうところが大きい特徴です。あとはやっぱり、走りやすくしているので反発性とかを推進力とかそういうことを踏まえて考えている靴が多いですね。で、まあ、その分軽快さがあるんですけど剛性サポート力っていうのが、はい、登山靴ハイキングシューズに比べると少し劣るので、人によってちょっと物足りなかったり不安になったりする方も多くいらっしゃいます、はい、なるほど、はい、でこの中にも、こちらは、防水じゃないモデルで一部、トレイルランニングの靴でも防水のモデルがありまして、そこは、目的別に使い分けたりとかできるんですけども、まあ、ここも非常に重要なポイントになります、ね、防水じゃなくても全然履けるものなんですか？登山の場合だと、はい、例えば雨粒だったり朝露だったりとかでも簡単に濡れてしまうので、非常に不快になるんですけど、はい、走ってる人たちって運動量が多くて発汗量が多いので、はい、防水されて、こう全体的にシールドされてると、はい、靴の中が蒸れてしまってそれが原因で皮膚がふやけて靴ずれになったりとか、はい、非常に不快感なことが多かったりするので、なるほど、あまり防水の靴を好んで選ぶ方が多くないんですね。なんでちょっと特殊だと思います。わかりました、はい、で次にですね、はい、一般的なハイキングシューズですね。でまあ、この辺がいわゆる一般的なハイキング用のシューズになりまして、まあ、本当に里山から普段履きから
できるような感じの、今履いていただいたような感じの靴と、ちょっと岩場でも安心して、行ける少し剛性感のあるタイプと大きく二手に分かれます。私が今この履いてるのはこれに近いということなんですね。はい、でまあ、普通に履いたり雨の日とかに履いたりとか、はい、ちょっとこう豪雨があったりとかするときに足元濡れたら嫌だなって時に履いたりもできますし、まあ、近郊のこう簡単な登山だったら十分いける感じの靴から、ローカットながら底の剛性がしっかりあって、安定感が高くて滑りにくい靴っていうのも出ています。じゃあどっちかっていうと普段履きからちょっと山みたいなイメージと、ね、より登山靴よりというか、そういうことですね、感じですかね、はい、っていう違いですね。はい、でここはまあ割と幅広く、使い方もできる靴なので、はい、まあ、あのご経験に応じてそこそこ標高があるところとか、はい、長い距離を歩くっていうのも割といけるんですね。非常に使い勝手がよく幅広く使える靴の種類になると思います。であともう一つが、まあ、クライミング用のアプローチシューズと日本では言われている靴で、はい、特徴で言うとソールが非常にフラットで、ゴムの粘土がすごく柔らかく岩に吸い付くようなグリップをしてくれるソールになっています。まあ、いわゆるクライミングシューズと同じような作りになっているので、はい、岩場で非常に使いやすく登りやすい、まあ、クライマーの方が本当にこうクライミングエリアに行くときに履いていくっていうのがルーツなので、はい、まあ、そういう使い方が非常にできる、まあ、こう紐もつま先からずっとこう締め上げるようになっているので、まあ、細かい微調整が効いて非常にフィット感が高く履けるようになっていますね。でこれをモチーフにしたハイキングブーツというのもありまして、デザインはほぼ一緒で、はい、まあ、補強もしっかりされてカチッとした安定感があるんですけど、こちらの場合はこうクライミング用の靴に比べると少しハイキング向きにソールの溝が深くなっているので、はい、まあ、山道でも非常に歩きやすい。ただこうどちらもこう岩場向きになっているので、はい、そこがあまり厚くないんですね。あ、こうへえ、本当だ。ちょっと薄くなっていて、はい、足の裏で岩場とか路面を感じやすくなっているので、よりシリアスなシーンでも使いやすいんですけど、はい、山歩きをする場合足元にちょっと気を使わないと、場合によっては足の裏が痛くなったり疲れやすくなったりすることもあるので、ちょっと慣れが必要かもしれないですね。確かに、あの先ほど見せていただいたような靴と比べると本当そう、溝の深さとあと横から見た時のこの分厚さっていうのが分かりやすいですね。はい、特徴的にやっぱりこうそれぞれ違っていますし、例えば、今トレイルランニングの靴っていうのは、ランニングシューズ全般でこう底が厚いものが流行っているんですけど、まあ、この厚い底でクッション性もそうなんですけども、こう先ほども話しましたようにより走りやすく推進力を上げてくれるような効果もあるので、まあ、すごくスムーズなんですけど、はい、歩く場合人によってはそれがちょっと不安定に感じる方もいらっしゃると思うんですね。そこがすごくこう選ぶときに注意をしていただく必要があるかなと思います。あ、なるほど、はい、それによってちょっと固めの方にちょっとシフトするかどうかとか、そのあたりを決めていくということですね。はい、そういう感じで選んでいただくとよろしいかと思います。なるほど、分かりました。はい、そうしましたら、はい、今度はシューズをどれがいいかっていうのを選ぶんですけど、はいはい、ご希望はどんな感じになりますか？今この履いてる靴自体は結構気に入っているので、はいはい、さっき斉藤さんに教えていただいた、はい、似たようなこの辺ですかね。そうですね、はい、まずなんかこれが同じぐらいっておっしゃられてたので、はいはい、これとあとでもなんかスニーカーっぽくって気に入ってるんですけど、若干なんか柔らかいなみたいな思う時があるんで、うんうん、これのちょっと若干固め、はい、っていうのは、じゃあこの辺をベースに、あとはちょっと他の、はい、クライミング系の靴もちょっと試していただきながら、はい、雰囲気とか見てみましょうか。はい、はい、じゃあ、この辺を履くことを前提にちょっとサイズを測るので、あちらの方でサイズ測りたいと思いますので、はい、この方においでいただいていいでしょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、
じゃあサイズ測りますね。はい、まっすぐ見てください。はい、はい、おお。で今、まあ、採寸した感じで言うと、はい、足の長さの左右差がちょっとあるんです。まあ、ほぼ一緒で、ここですか。右と左で足の大きさが出てるんですけど、はい、23.9、239ミリと237ミリ、はい、2ミリの違い。で、はい、でまあ、時速で大体24くらいなので、はい、まあ、ここから、まあ、登山口とかの場合はステスン取るんで、まあ、24.5 か25ぐらいっていうのがイメージになります。で幅はあまり広くない状態ですね。はい、で、まあ、足の状態で言うと、まあ、側圧 と、足自体全体のバランスが出るんですけど、はい、まあ、荷重がやや右側に強く乗っている状態になってますね。こっち側が、が、はい、赤い方がより強く体重が乗ってるんですけど、右と左で比較をいただくと、はい、左側の方が少しこう真ん中が少し浮いていて青くなってますよね。はい、でこれは中心の軸が少し内側に寄っている証拠で、まあ、その分体重が右に流れてる。はい、でこちらで見るとより分かるんですけど、はい、右足と左足で比べると、はい、左足の方が、体軸が少し内側に寄ってるんですね。で右側がその分こうちょっと横脚のように外に流れていて、本当だ、体が少しこう右寄りなんですね。はい、こっちに。でそれがこう荷重面でも、重心を足の状態でも、まあ、同じ状況でなっているので、ちょっと荷重が右寄りなので偏ってますね。足が右にひねったりしやすい可能性が結構あったりとか、はい、なるほど、右膝の負担が大きくて、はい、長径靭帯とかお尻周りとか膝の下が痛くなったりすることが起きやすいかもしれない。ありますね。あります、ね、はい、そういうのもこういう情報で分かるようになってますね。すごい、はい、はい、なんかちょっとショックですまあこういうのを見ながら、まあ、おすすめする靴が変わったりとか、はい、あとはその状況に応じてインソールでこう補正をしたりとかっていうのもあります。で使って、まあ、その靴置きを決めていただいて履いてみていただいた段階で、まあ、実際山に行くとここでお店で履いたのと印象が変わったりすることもあるんですけど、はい、その場合に、まあ、他、まあ、中敷きをはじめとしたいろんな道具だったりとか、はい、歩き方でちょっと工夫することで改善が見られたりすることもあるので、まあ、そういったご相談も受けたまわってですね。なるほど、はい、なんか自分のことを知るのにすごい視覚的に分かりやすくていいですね。あ、そうですね、はい、まあ、共にご理解いただきやすい機会です、はい、まあ、最新の機会なんですけど、なんか足のサイズ自体も、はい、ここまで細かく測ったことは私なくって、はいはい、今まで24ギリギリの靴とかを履いてたっていうのも今、はいはい、今気づきましたそうですね、はい、やっぱり女性の方って、はい、普段そのスニーカーとかこう山の靴じゃない靴の場合だと、はい、結構ステスン遊びはあまり取らないサイズ選びをすることが多いんで、パンプスとか、あ、そうですね、割とぴったりめのサイズが自分のサイズだと思ってるんですけど、はい、まあ、こうスポーツシューズの場合、まあ、目的に応じて少し空間を作ってあげなきゃいけなかったりするので、サイズの選び方自体も変わることがありますので、まあ、その辺に関しても、まあ、ご相談いただきながら選んでいただくと間違いなくなってましたね。なるほど、はい、これはやる価値ありですね。はい、はい、じゃあ 24.5 ぐらいの大きさを、そうですね、4.5 か5手っていうところで履いてみて比べていただいてっていう感じになります。はい、はい、分かりました、はい、でこれがまず、最初に言ってた、はい、今履いてる靴の雰囲気に近い感じの靴ですね。ちょただちょっと幅が広めなので、はい、もしかしたら緩く感じるかもしれません。はい、ちょっとじゃあサイズを確認します。はい、で登山靴の場合、はい、さっきもちょっと言いましたけど、実際の足の大きさから少し空間が必要なので、
つま先にステスンを取りたいんですけど、うんこういう靴っていうのが先にこう、補強のためのバンパーとかプラスチックのカップが入ってるので、はい、こう指で触ってもわからないんですね。なので、これを指先の方にを足を前に持っていっていただいて、つま先がつくようにすると後ろに余裕が出るので、ここでどんな感じで余裕があるか確認します。だいたい目安としては、はい実際の寸法の1センチくらい、まあ、10ミリから15ミリアップというのが目安なんで、ちょっとこれがやっぱり幅も含めて大きいみたいですね。ちょっと一回履いてみましょうか。かかとに寄せて締めます、はい、で靴ひもは下から順々にしっかり締めていただくんですけど、どこかが緩いと全部が緩くなってしまうので、はい、下からぴったり目に履いていただくといいかと思います。でこれで立っていただいて体重かけて歩いていただいたりするんですけど、その時に中で泳いだりかかとが浮いたりすると靴ずれになったり歩きにくくなったり疲れやすかったりする原因になるんで、まあ、そういうのがない方がいいですね。確かに普段履いてるものよりこの足の前側は余裕がある感じがします、はい はい、すごく広いですね、はい、で一方でなんかかかとは結構しっかりガチッと入ってる感じがしますね、はい、ちょっと遊びが大きいんで、そうですね、はい、だいぶ足が動く感じがします。そうですね、はい、まあ、そういう風に履くとやっぱり楽なんですけど、はい、疲れやすかったりしますし、ローカットの靴なんで足首もないので、はい、その分こう足をひねったりする原因になったりすることもあるので、あまり緩すぎるのもあんまり良くないですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと比べてみましょう。靴、じゃ今度は、ちょっとアプローチシューズですね、はい、しっかりしたのを見てみてください。あ、もうなんかこの時点でガチッとしてますよね、はいはい、でこちらは先ほどの靴に比べると、はい、まあ、こう非常に締まるんですけど、そうですね、靴も固めなので、はい、かなりこう制御感が強い、足をサポートされて動かしにくい感じになりやすいですね。本当ですね、はい、足運びっていう意味ではそんなにこうスニーカーみたいにポンと前に出してくれる感じはなくって、はい、でもがっちりはしてる感じはします、はい、あとなんかクラッとにこうペタッとくっついてる感じがします ね、はい、足の裏が。その分こう路面が岩でツルツルしてるところでもしっかり踏ん張りが効いてグリップがいい感じですね、うん、さっきとなんかだいぶ対照的な感じの硬い靴という感じ ですね。反発力もない感じが、はい、そしかにこうダイレクトに路面を感じることができるんで、そうですね、まあ気をつけないと疲れてしまいやすい反面、足裏の感覚があるから、はい、足の反応、足裏のこう状況によって反応しやすいんですよね。なんで岩場で登るとか、はい、繊細なこう足運びをするのには非常に有効になりますね。で今度が、まあ、位置的にはちょうど中間になると思うんですけど、割合、そうですね、はい、割としっかりしている感じなんですが、歩行性も比較的高いタイプで、この中でいうとこの靴が一番こうちょっと細身な仕上がりになってるんで、まあしっかり感もあるんですけど、こう横のこうホールドが割とピタッとした感じで履きやすいかと思うんですね。はい、おお、本当ですね。さっきのスニーカータイプみたいに結構かかともしっかりホールドされつつ、はい、本当に中間って感じです。そうですね、反発力もある程度あって、はい、クッションもちゃんとあるけど、足の裏もしっかりこう感じることができて、はい、靴全体がしっかりしてるんでバランスも取りやすいんで、はい、ローカットなんですけど非常に、疲れにくくて距離を歩いても歩きやすい感じですね。そうです、本当に中間の感覚です。
意外と守られてる感もしっかりありますね。はい、じゃあこれを踏まえてまた、スロープがあってこう上り下りも確認できたりするので、はい、3種類履き比べていただいて、はい、ちょっと違いを見ていただいてよりこうどれがいいかっていうのを判断いただくといいかと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとスロープで確認をしてみましょう。はい、まず上りですね、足踏みしながらこう歩いてみていただいて、まあ、坂の斜面で上りの時にかかとが浮いたりずれたりしないかどうかですね。ちょっとそこが硬いので、はい、ちょっとこう動いたりとかしやすい場合もあるんですけど、それがないかどうか。そうですね、特にかかとが浮いて脱げそうになったりとかはなさそうです。はい、じゃあ大丈夫そうなんです。じゃあ次に行きましょう。はい、そうすると今度真ん中こう岩がゴロゴロしているところになるんですけど、まあ、この時にこう中で泳いだりとか動いたりとかするとやっぱバランス崩しやすいので、はい、そういうのがないかどうかと、あとは靴の入り口ですね、この履き口の周辺がこう当たるとゴロゴロして痛くなったりとかするので、はい、まあ、そういうところがないかどうか、こうしっかりホールドされているかっていうのを確認いただいて、その辺も問題なければ大丈夫かと思います。そうですね、そんなに気になるところがないです。動いてないですね、はい、中でも。じゃあ大丈夫です。そしたらこの下りですね、最後は下りで、はい、ここは一番重要なんですけど、はい、こう力をかけてドーンと前に詰めても前がぶつかってしまうと爪が剥がれてしまったりとかするので、やっぱり辛いですし痛いので嫌なので、はい、まあ、そういうのがないかどうかをご確認いただいて、それ問題なければ大丈夫かと思います。そうですね、つま先も当たってなさそうです。はい、大丈夫です。はい、サイズ的にはちょうどいいかと思いますね。やっぱりソール硬いです ね、 そうですね、安心感がありますね。はい、やっぱり今まで履いてる靴は非常に柔らかくて歩きやすいんですけど、まあ、その分反面こうちょっと不安定な岩がゴロゴロしているようなシチュエーションだとやっぱちょっと不安な感じがあったりとかするんですが、このぐらいしっかりしてると安心感もあるので、ローカットだから結構歩きやすくて、うん、山でもしっかり使いやすい靴かと思いますね。はい、じゃあ続いてまた別の靴で履いて同じように確認してみてください。はい、さっきと比べてどうですか、上りの感じは。なんか足首がよく曲がって、そうですね、スニーカー履いてる感覚、はい、靴がやっぱり柔らかいので非常に歩きやすいんで、はい、足の動きに靴が追従してくれる感じになるかと思うんですね。そうですね、はい、すごい動きやすいです。はい、じゃ今度真ん中ですね。はい、おー、これもなんか中で足は特に遊ばなくてしっかりフィットはしてるんですけど、はい、やっぱこう立った時に岩の上にちょっとぐにゃっと曲がる感じが、はいはい、まあ、やっぱりスニーカーっぽくて柔らかいのと、あとちょっとやっぱり幅が広めなので、はい、少し自由度があるので、こうしっかり踏ん張るっていうのはちょっと苦手かもしれないんですけど、その辺はどうですか。そうですね、ちょっと、うん、やっぱそうですね、少しソールが不安感がある感じがします。はい、今度下りですね。はい、うん、つま先は全然当たらないですね。はい、うん、なんか自由度はあって、はい、足運びがすごい軽快な感じはしますけど、そうですね、はい、やっぱ岩の部分では少し不安感はあるかなっていう、うん、スニーカーとでも同じ履き心地なんで、はい、楽な感じはしますね。あの履き比べていただくとより分かるんですけど、はい、やっぱりこうあんまりこうしっかりした靴を履いた経験がない方は逆にこういうタイプの方が違和感がなく導入しやすいので、はい、大変な山とか岩が青い山とかに行くことがない、本当に近郊のハイキングプラスご旅行みたいな使い方だとむしろこういう方が向いているかもしれないですね。そうですね、はい、なんか気軽に履けて、普段の生活で履いてる靴の延長みたいな感覚がしたん で、ね、はい、感覚的にはすごい良かったです。はいはい、なのでバス旅行で出かけてちょっとハイキングなんかは使いやすいと思うんですよね。納得です。はい、はいはい、じゃあ続いてはアプローチシューズですね。はい、はい、じゃあまた歩いてみてください。おお、すごい
結構上りでもこうしっかり食いついてくれる感じもあるので、本当ですね、しっかりこうグリップがあるのを上りでも実感できると思うんですけど、はい、まあ、その分こうちょっとソールが薄くてクッションも少なめなので足裏を非常に感じやすい、ダイレクトな印象だと思うんですよね。そうですね、はい、本当なんか地面にくっついてる感覚がします、はい、おー、もう全然硬くてすごい安定感がありますね、はい、まあ、岩場なんかはむしろこういう方が、うん、まあ、非常に強いと思うので、はい、歩いてても歩きやすいし、まあ、上りのこうシチュエーションでもしっかりつま先でこう立ち込んだりもしやすいので、はい、そうですね、はい、あまり力をかけずとも立ち込める感じがします、はいはい、その分ちょっとこう岩のこう情報が多いんで、はい、いい意味で言うとすごくこう反応が早くなるんですけど、まあ裏を返すと情報が多すぎて処理しきれなくなると疲れちゃう。なるほど、はい、確かに足裏にダイレクトにこう刺激が来る感じがして、 それが長時間入ってると痛くなってきたりするかなっていうのはちょっと不安かもしれないです、はい、そうですね、はい、安定性はあるんですけどね。この下りですね、はい、はい、うん、これもつま先当たらずに、はい、まあ、あのソールも非常にグリップいいんでビタッと止まってくれる感じがあるんで、はい、まあ、そういう点でいうと安心感はすごくあると思うんですけど、そうですね、左の場合こう駆け下りよりにどかどか降りるとクッションがないので足に直接ダメージが来るっていうのもあるので、あ、まあ、そこはこうあのいいところのところ反面裏返しの部分でもあるので、あ、気を使ってこう下山はしていただく必要があったりはするかもしれないですね。確かに、はい、なんかこうビタッと決まる感じがそうですね、します。悩むな、うん、どうですか、3種類履いてみていただいて。そうですね、なんかこれは本当今まで履いてきたあのバスクの靴とだいぶ違う感覚で、でも最近やっぱり私筋力が、まあ、あまり出かけなくなったコロナでっていうのもあって、少し足の筋肉の衰えを感じるんですね。なるほど。で、滑りにくいのはすごく好感度があったんですけど、はい、やっぱ足裏が疲れそうだなっていうところがちょっと心配。そうかもしれないですね。まあ、そういう面で言うと、最初に履いた、マムートの靴がバランスが取れてるかもしれないですね。そうですね。確かに、はい、今履いてる靴もすごく気に入ってて、それがメレルの靴と一番近かったっていう感覚で、同じ感覚で歩けたんですけど、はい、岩場の部分を歩いた時にちょっとぐらつきがあったので、うん、そういう意味でマムートはバランス取れてて、はい、安心感とあとこの足運びみたいなところがすごいちょうど良かったかなっていうのを感じました、はいはい、そうです。それを考えるとちょっと今までの靴よりかは少しちょっとソールの硬いマムートにしようかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね。これで決定します。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、今回私が選んだのは、ローカットのハイキングシューズの中でもソールがしっかりめなマムートの靴になりました。斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、この靴を履いてまた山登りましたら動画で報告したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ありがとうございます。山行ってきます。はい、楽しんでください。ありがとうございます。